じゃあねねさん、ねねさんのボイスをですね、今から聞いてやろうと思いますよ。ここにねねさんがいるんで、ねねの声はどうでしょうか。もっと大きい方がいい、ましたか、小さい方がいい、何もない方がいいなどあれば。何もない方がいい、やば。ねねの声はカットでも可能です。ちょっとそうしてみますか。やだやだやだ、ねねはこのラビーの胸の下でただ左右に揺れてる。いや何を言ってるんですか。今日はねねさん主役ですよ。ホロライブだと他のメンバーが何度か配信してたというのはこの小耳にもラビーの耳にも入ってきておりましたけれども、小耳ラビー人より多分大きい。うるせえ。細かいんだよツッコミが。いや今日はね、ねねのことガチャでまずお迎えするところから始まるんで。おぉ、ちょっと一発で迎えてくださいよ、どうせなら。いや無理。いや縁が、うちなのね、マガマガーズの縁があれば。頑張れ。おぉ、なんかいますよ。応援だった。あ、もういるじゃん。なんかもうゲットしてくれたの。あれなんか、してないけど、なんかねね可愛くない。ちょっといつもよりもなんかフィルターかかってる。なんかちょっとあれですね、異次元補正がかかって可愛くなってる。なんかいつもよりもねね可愛いな。ちょっとゲームの世界に転生させてもらってるんで。あーなるほどね、引いていきたいと思いますよ。はい、ちなみに提供割合は 3% ということは、姉さん計算してください。10回に3回ですか。バカか。あ、まあ3、そうだね、 3% 100回に3回ですね。あ、だから10連10回で3。そうですね、ちょっとびっくりしちゃって今。焦っちゃった。あ、ちょっとまずいな、姉さん。まずいか、これこれ26万コインをもしかして溶かす可能性。いや、まずい、まずいですよ。ここまで来たらもはやもうなくなってから焦ってみたいけどね、ちょっとどうしようどうしようって。焦るのは果たして我らなのだろうか、それとも運営さんなのだろうか。姉さん勝ってください。いや負けないよ、さすがに。勝ってください。あ、来ました。はい、ありがとうございます。お帰りなさい。あ、どうですか、可愛いですか。あ、ちょっと美化されてますね。これが二次元補正です。いやーよかった、おかえりでね。いえ、どういたしまして。いやーよかったね。でもかなり早かったんじゃない、出るの。うん、早いと思うよ。いや、だって全然石余ってるもん。じゃあねねさん、ねねさんのボイスをですね、今から聞いてやろうと思いますよ。ここにねねさんがいるんで。ちょっとじゃあラミーの ASMR のボイスもねね、ここで流れ。なんでだよ。ねねち、あ、なんか言ってる。第五部隊所属。なんか黄昏に染まる者、なんか志すは魅了せし偶像の。ちょっと世界観、ねねがパロディで遊んでた配信のそのまま採用してくれました。はい、アム。ちょっと今回おかいでしょ、このアップの。アイアムホロライブって言ってます。どうしよう。なんか鬱陶しいですね、この人。ってことで、ちょっと絡んでくるんですけど、ちょっと中二のねね。なんかねねさん、ちょっとフィルターかかりすぎでは。ちょっとやばい、可愛くなりすぎちゃってるもんこれね。ちょっとこれあれだよ、これ見てホロライブ来たの、なんか君顔違くね。そりゃね、次元感が、なんかこのねね可愛すぎて、ちょっと、いや、もうやだい、ラミーという普段からねねのこと可愛いって知ってる。何言ってんだこいつ。じゃあちょっとトークしていきたいと思いますよ。これほら、膝曲げの座り方とかも、お、なんか太ももがギリギリのところ、なんか黒パンツ見えてますよ。ねね見えちゃうんです、何しても。ちょっとハイスペねねちと突然のムズ、突然のムズムズって何ですか。やんやんやん、どこがだろう。ちょっと待ってて。何ですか、裸だよ。ああ、いや、しないんかい。いや、大丈夫、頭よかった。何が、君が話しかけてくれたおかげだね。何がちょっと久しぶりにラミーのツッコミ間近で聞くのちょっと楽しいっすね。
いや、くしゃみ披露しろよ。いや、してもよかったけど。最高だな、ミュートコミ。何？何ですか？こんな可愛い子ぶってあなた、配信ではミュートしないで鼻かみますよね。いやいやいや、君ゲームと違くねってなりますよ。アイドルですよ。アイドルは鼻かみませんから。何言ってんの、お前。可愛くぶってんじゃねえの。ラミーのツッコミ体に染みる。可愛くなくない？一週間の中でも、ほら、首ピッ。あの金曜日でしょ。金曜日じゃないの。ほーらほーら。わかってるな。そんなことだろうと思いましたよ、ねねさん。ハッピーって感じ。あ、よ、ちゃんと正直にね、なんで金曜日が好きなんだい。言っていいの、ここで。もういいよ、別に。ちょっと恥ずかしいかも。ちょっとラミ代わりに言ってみる。バカじゃないの。いや、ちょっとあの歌歌います。あ、いいです。ちょっとあの、はい、ラミーの中のこのカギマスのねねさんのイメージを崩したくないんで。黙ってもらっていいですか。フルボイスだから。ほら、だって今一個やると次のがどんどん出てくるでしょ。これそうなんです。全部違う会話ちゃんとするからね、ねね。そう、しかも選択肢によってね。ラミーが夜寂しくなっちゃっても、うん、カギマス開いたらいつでもねねが。だってディスコードじゃダメ、 LINE じゃダメ。交換してるじゃないですか、あなたと私。ゲーム内で。わざわざゲーム内じゃないといけないんですか。距離感じる。まだ絆レベル上がってないんで。なんでだよ、3年間も一緒にやってきて。まだ絆レベル1ですか、もしかして。しみるラミーのツッコミ。おー、めっちゃー。めっちゃ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 。いけ、全員いけ。全員吸って帰ってこい。お、大人気や、ここ。